都道府県の知事らが出席する全国知事会議が今日から岩手県盛岡市で行われています。小池知事は復興なくして五輪の成功はないとして復興五輪の成功に向けた意気込みを語りました。会場の入り口には復興五輪へ向けてという東京オリンピックのコーナーもあります。そしてこちらの会場でこれから小池知事が出席する全国知事会議が始まります。東日本大震災の発生以来初めて被災地で開催された全国知事会議は犠牲者を悼む黙祷で幕を開けました。出席した小池知事は復興五輪の成功を念頭に被災地の復興に向けて全力を尽くす考えを示しました。東京2020年大会というのは復興オリンピック・パラリンピックの位置づけとこのように感じておりますし、また被災地の復興なくして大会の成功はないとこの思いを強くしているところでございます。これからも被災地の声をですね、丁寧に聞きながら一日も早い復興に向けて全力で支援をしてまいりたい、そのことをまずお伝えしておきたいと思います。午後からの知事の動きについて岩手県盛岡市の全国知事会議の会場にいる都政担当白井記者に中継で伝えてもらいます。白井さん。こちらの会場の扉の奥で小池知事らが出席する会議が今も続いています。午後は大会組織委員会の遠藤副会長が出席しオリンピック・パラリンピックの成功に向けて協議が行われました。議題となったのは全国をめぐる聖火リレーです。今後組織委員会としてスポンサー収入の確保に努め IOC とも調整をしてできるだけ多くの地域を回れる日数の確保に向けて努力してまいります。遠藤副会長はこのように述べ各自治体に聖火リレーの実行委員会を設け具体的な運営の検討を進めていくよう求めました。各知事からは北方四島も回ってほしい、離島がある実情を理解してほしいなどといった意見が寄せられました。また小池知事は今週から都庁で始めているラジオ体操の取り組みを紹介し各自治体での実施を求めました。ラジオ体操の動画をですねちょっとこちらで流させてください。よろしければ食後の運動を兼ねて3、4、5、6、腕を振って体をねじります。左側、右側、3、4、斜め後ろへ大きく振ります。ラジオ体操で体を動かした全国の知事たち3年後に向けて会場が一つになったように印象付けられる場面でした。また会議では都内でも確認されている猛毒のヒアリについて国に対して侵入の段階での徹底的な駆除などを求める緊急要請をすることを決めました。全国知事会議は明日もこの会場で午前中行われます。以上中継でした。